大沢数人は日本の俳優、愛媛県出身、フリー、大学では4年間写真について学ぶ。中学生の頃から映画の世界に憧れていたといい、23歳の時衣装の仕事をしていた当時の恋人からの紹介で自主映画に出演し、これが役者としての初活動となった。大沢に合う役があるから紹介したいというきっかけだったが、 演じた役柄は、兄を殺す役だった。その後、水野晴映が塾に参加。2010年に、熊切和義監督の短編映画、鶴園家の目前に出演し、自分の母親の葬儀の席で笑う役を演じた。この他の作品で童貞の役を演じたというが、10年間で、これら3本しか演技の仕事をしていなかった。松竹ブロードキャスティングのオリジナル。 映画制作プロジェクト第2弾である、橋口良介監督、恋人たちのワークショップを受けたことで刺激を受け、以降の同プロジェクトのオーディションにも参加しようと決意する。しかし、以降は毎回締め切りまでに応募が間に合わず不参加が、続き、第7弾で上田慎一郎が監督を務めることを知り、2018年のこの募集には応募を間に合わせた。 同プロジェクト第7弾の書類審査時、上田の妻、福田、美雪の目に留まり、異様に気になる、私の作品で生きる人ではないかもしれないけど、上田の作品なら主人公になり得そうだなといった理由で書類審査を通過。オーディションで対面してからは、監督の上田から演じている時も演じていない時も目を離せない存在として気に入られ、次にどういう動きをするのか。 どういう言葉が飛び出すのか全く予想ができなくてもっとこの人を知りたい。見てみたいという気持ちがあったと上田は語っている。最終的に約1 5百0の応募の中から最終選考15名に残り、前述の通り演技経験が少ないながらも映画スペシャルアクターズの主演に大抜擢された。同映画は2019年10月18日に小畜配給によって 全国148巻で劇場公開された。映画、スペシャルアクターズでは、緊張すると気絶してしまう弱点を持つ、売れない役者の役を演じた。演技経験が少ない中での長編映画の主演だったことから、大沢自身も猛烈な緊張と、プレッシャーに襲われながらの撮影となり、監督の上田はこの映画について、 緊張して演じているので、彼の戦いのドキュメントでもありますと語っている。映画で気絶する役を演じたことから、同年11月16日放送を芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP では、気絶俳優と紹介され、伊藤舞子、渡り119や、富士テレビアナウンサーの前で突然気絶してしまう、ドッキリの仕掛け人として出演した。兄と妹がいる。両親は、 大沢が上京してから役者活動を行っているとは知らず、朝の情報番組で映画スペシャルアクターズの予告を見て初めて知ったという。福田美幸はとにかく気になる存在であると語り、ずっと何か不思議な力に守られていたのではないかと思うほどピュアと表現している。共演者のツーエ里奈も、数人さんは数人さんという生き物と表現している。 順守役を演じることとなった、河野博則も、ワークショップでは誰にも負けていないと思っていたが、大沢を見たときに、この人には勝てないと認めざるを得ないと感じたと、語っている。ドッキリ GP を担当している、放送作家の高澄美は、気絶の演技を大絶賛している。普段は、映画のチケットのもぎりのアルバイトをしている。家が好きとのことで、休みの日は家にいて、 読書や家の中で映画を見たりして過ごす。共演したい役者に、青湯、三島光、染谷翔太、安藤桜をあげ、間近で演技を見てみたいと語っている。ありがとうございます。